出会います力ポケットモンスターエメラルド実況プレイ第12話、実況者は私チャイと申します。初めましての方は初めまして、それではですね、煙突山がね通れるようになったので行きたいと思います。ロープウェイ乗っていきましょう。どうぞ。ロープウェイの光景懐いな。ロードローラーだ。違うロードローラーだとかなったらあれですよ、鏡ねリンちゃんとかレン君とかのあれになっちゃいますからねいきなりミスったなというわけで、アクア団とねマグマ団が戦っているので、まあそれを尻目に隕石を取り戻すっていうわけですね。いきましょう。ポチエナとポチエナがねぶつかり合ってますけどね、この可愛いなポチエナって、うん、でもねそんなね悪意に使われるポチエナもやっぱりかわいそうだな。うわ、青霧、うわ、青霧のね、ポチエナめっちゃ荒ぶってる。なんでこいつだけめっちゃこんな動いてんの。アクティブすぎるでしょ、この青霧のポチエナ。すごいやばい。なんでこんなブルブル震えてんの。すげえ荒ぶってる。やばいやばい。3対1だとこんなに荒ぶるもんなのか。うん、チャリ、やっぱりここにも現れたか。ほら、マグマ団の連中が何を企んでるか見てみろ。奴らは奪った隕石のパワーを火山に流し込もうとしてるんだ。そんなことしたら火山が大噴火するじゃないか。やっぱこの実況むせる俺たちの邪魔するな。あいつを復活させるのはみんなのためにやってることなんだ。あー、青霧のセリフほんと大変むせるあ、こいつらとは戦わないのか。戦えないのかな。そうですね、アカーとマグマって名前が似てる。よし、炎ぶつけて。え、おい、ポチエナが炎の技覚えれるわけないだろ。何さ、イカ様言ってるんだよ。まずいぞ。え、何これ、もしかしてあれですか、アカー団を倒すじゃなかった、助けるってわけですか僕ら。マジか。まあどっちもどっちですけどね、しょうがない。今回はアクア団を助けてあげましょう。というわけでポケモンをね31レベルにちょっと戦ってないトレーナーと戦ってあげたわけなんですけど、まああれですね、雨乞いじゃなくてね水遊びの方でした、ざまーでもですね、水遊びはポケモンじゃない炎の技をのねダメージを減らしてくれます。そんでもってタラちゃんが炎の技を覚えてないんで、タラちゃんでも全然平気っていう状態なわけですよね。ナイスコンボなわけですよよし、じゃあダブルバトルでも全然平気ってわけです。力士が増えてくれたら大きなマイホームだって持てるわ。溶岩の上に引っ越しするつもりよ。どんだけ溶岩好きなんだよこいつ。溶岩の上で暮らせえと思うなよ俺たちマグマ団はみんなのために頑張ってるんだ。だってあいつらの力で大地が増えればみんなも住むところが増えて嬉しいだろ。大地が増えるってわけですね。日本がどんどん広くなるっていうのはまあいいけど、どうなんだろうな、うん、やっぱり実際海ばっかりになってきてるからな。あのリアル地球温暖化で氷が溶けてどうのこうの言ってますからね。どっちが正しいのかな、こういうのって。本当に悩みますね。どっちが正しいかというと決めることもできないっていうのがまあ現状ですね。どっちでもいい気がするんだけどなぶっちゃけ言っちゃうと、そこまで興味あるわ。そっか、精神力か、忘れとったひるまないんだった。自分のゴルバットが精神力だっていうのに何をバカしたなおオッケーオッケー、超音波当たらないっていうのはいいですね。よし、よかったよかった。引っ掛け。タラちゃんね、先生の爪持ってるからね、サザエさんよりも先生できることがあります。よかった。私のマイホームの夢が
あれ俺負けたろ早すぎて見えないってわけですね。うひょひょひょ、わあこいつだわ。お前ここまで来たのか。だけど遅かったぜ。遊説の時に見つけた隕石はリーダーに渡したからな。え、もしかしてもう松部さんと対戦する感じですか。あら、あんなーホムラとかだと思ってたわ。あ、お前がホムラかよホムラとか確かね、ポケットモンスタースペシャルでね、なんか帯にカタカナのやつがいたな。おい、おいリーダー、この隕石どうするのか的なね、カッカッタがね、カだけなんかカタカナになってるやつがいましてね。ホムラだっけ、ホカゲだっけ、どっちだか覚えてないけど、体格のいいやつでしたね確か。あいつホムラは、ホムラじゃない、ホカゲはね確かマグマック使いだったはずですね。幻影を見せてなんかフートランをね気絶させるっていうか、なんか気を失わせてね、赤い玉と青い玉を手に入れたっていうね逸話があります。逸話があるっていうかね、実際に漫画にそれありますからね。ポケットモンスタースペシャル、興味ある方はぜひとも見てください。あれ面白いですからね本当に。僕大ファンなんですよあの漫画の。やばいやばいぐらい、あのポケスペって言うんですけど、略するとすごいドラマって感じがして面白いですね。ポケモンなのにね、なんか奥が深いんですよ。いや、もともとゲームのポケモンも奥が深いんですけど、いや、なおさらっていうかね、めっちゃ深いです。あっちはやばいやばい、もう読んでしまうですね。現在ね、どこまで行ったか覚えてないけど、確かダイヤモンドパール編まで結構僕は読んでましたね。ふう、ちょ、まあそんなこんなでホムラ編終了。はい、松部さどんな喋り方にしようかな、迷うな。隕石に秘められた力、この装置で増幅すればたちまち うちに煙突山の火山活動は活発になる。そのエネルギーが火口の奥深くと働きかけ、そしてフッ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 、誰だお前は。最近アクア団の活動を邪魔する子供がいると青霧のやつというかぼやいていたが、それは前のことか。我々マグマ団の邪魔もしてくるよってわけだな。いいか、生き物は陸地に上がり進化を繰り返してきた。そう、大地こそが全てなのだ。だから我々マグマ団は大地を増やすことで人とポケモンの発展を目指す。そのために必要なのがこの山に眠るあいつ。おっと、そんなことまでお前が知る必要はなかったな。そんなことより我々の邪魔をしたらどうなるのか、お前に分からせてやろう。あれ、ちょっと待って、青霧っぽいぞ喋り方またむせた、もうむせり実況じゃんこれ、じゃただのよし、マグマ団の松部さん、レベルだったら勝ってるね。だけど部が悪いな、ちょっとね、サザエではね部が悪いんですよ。行け、タラちゃん、お前の二度蹴りを見せてやるんだ。暴れん坊タラちゃん、やんちゃなタラちゃんをね見せてあげましょう。二度蹴りするです。こわー、これは強い全然全然リーダーって感じしないな松浦さんよ楽勝じゃないのこれ。フラグでした、バグーダだったでもね、バグーダはね、あの炎技がメインなわけですけど、こっちにはねサザエさんの水遊びがあるからね。あー、でもレベルもそんなにいってないか。あれ意外と、え、これ嘘だろ、これ意外と楽なんじゃないの。水遊びを仕掛けて、まあ付箋を貼っといて、全然強くないねほら、全然効かない。これはいわゆるナメプってやつですか松部さん。あら、私の方がナメプフラグですぐは冷やだめしてきたか。気合いだ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 とか言ってきそうですねどっかのスポーツの人かよっていうね、体当たりとか、もうこれもうナメプでしょ。体当たりとか、バグーダーが体当たりとか、ナメプだろひどいな松浦さん、ちょっと期待が足りないぞ。いや、これひどい、これはひどい、これはひどい、ナメプにも程がある。そして急所に当たるっていうね、まさかの展開。おう、結構効いてるじゃん。
ん、どうなんだろうこれ。あー結構効いてるな。そういう時ばそういうとこばっかりな。しっかりしてるからな。困るんだよな。尺稼ぎだけはやめてくれよ。ふう、今度はこっちが回復しなきゃいけないわけですね。まあこれで十分だな。一回でいい。よーし、オッケー。漁港、あーもうやめて。操作ミスには気をつけないといけないですね、相変わらず。オッケー。さあ最後の一体確か、あ、なめぷ決定。松伏さん、なめぷ決定です。あなたなめぷしすぎですよ。これはひどい。これはひどい。こんなに楽勝するとは思わなかったよ、さすがに。何？この松伏さんともらおうが油断したか。いやねえ、油断じゃないよ。もうね、なめぷしすぎです。まあいい、この場ひとまず諦めよう。だがマグマダの活動はこれで終わったわけではないのだ。フフフ、隕石など使わなくともあの玉が手に入れば。フフフ。ふぅ、というわけでこれ実質赤玉を助けたことになるんですね。とこのセーフ的にもね。チョリ、助かったよ。お前のおかげでマグマダの破壊活動を防ぐことができた。だがお前はどちらの味方なんだ。まあいい、我々は引き続きマグマ団を追いかけるとしよう。チャリ、お前とはまたどこかで会うことになりそうだな。あーもう一回ごとに無視させるのやめてくれよ、青霧さん。青霧のせいにするの僕も僕ですけども。一緒。そうだそう、これの騒動が解決するとですね、不衛生兵が帰るようになるわけですよ。煙突山名物不衛生兵一つ200円、買っておいてよ。どうもありがとうね。残念、バッグがいっぱいだ。くそ、マジかよ。ひでえ。こんな入らなかったっけか。あ、まあ、あとでアイテム整理しましょう。あれ、タウリンとかインドミタシンとかね、もう適当に使っちゃいましょう。うん、それでいいよ。よし、オッケー。これで1個か2個かは買えるはず。1個か2個かっていうか、まあ1個ずつしか買えないんですけどね。時間かかるな。何でも直しと同じ効果があって、しかも200円なんで安いんですよ。明らかにこっちの方がねお得なんですけどね。何でも直しと違ってまとめ買いができないってところがちょっと不便なところですね。じゃあ説明も終わったわけだし行きましょう。多分不縁ジムは、あーそうだ、ダート自転車欲しかったな。ダート自転車あればね1回で全部回れたんですけどね。じゃあちょっと倍速。はい、というわけで
倍速中飛ばしたやつ、こいつですね。まあこいつは倍速中じゃなくて実況でやりたかったんで、行きましょう。マグマ団残党。うわ、なんだお前、俺がこんなところで何をしているか、なんでお前や関係ないだろうか。おかしいぞこいつ喋り方。いや、今のお前、あいつの喋り方おかしい。この残党の喋り方おかしい。もうおかしいの一言ですよ。なんでそういう喋り方する。コミュ障じゃあるまいし。ひどいな。そしてですね、まあこいつ倒し終わってフエンタウンに着いたら今回は終わりましょうかね。次がジム戦っていう感じでいきたいと思います。翼の折れたナスを。違う、折れてないけどね、別に。なんだこれの喋り方おかしいだろ。早くアジトに引き込みはよかった。おかしい。で、分かった、君が強いのは認めてやるよ。なんだよ。結局元の喋り方に戻ってんじゃん。最初から少々喋ればよかったものを。まったく。よし、じゃあフエンタウンに着きました。いやー、フエンタウンの名物温泉ですね。じゃあ温泉がどんなものか入ってみましょうかね。まあ大したことないですけどね、入るだけで終わりですけどね。くめどもお湯が出るポットでもないのにお湯が出る、不思議じゃろ。火山が近くにあるところでは地下水が溶岩の熱で温めているのじゃよ。このおじいさんもな、ちょっとな、僕の喉をむせさせないでくださいよ。この温泉は失血、筋肉痛、それから恋愛の悩み、お金儲けなどに効果的なんだとさ。これがマジだったら結構いい温泉じゃないですか。温泉にポケモン入れると天気風呂や泡風呂、はたまた溶岩風呂になってすごそうだわ。確かにポケモン入れたら、ピカチュウとか入れたら大変なことになるな。アニメでも確かね、ピカチュウ温泉に入れて大変なことになりましたよね。うん、よし。確かこのおばあさんからだっけかな、卵がもらえとかどうとかで。おや、あんた温泉が好きなのかい。まだ若いのに珍しいね。あ、違ってた、こっちでした。卵を返そうと思って砂ぼろに入れて温めていたが、それだけじゃダメらしいの。なんでも元気なポケモンと一緒に連れて歩いた方がいいそうな。お前さんトレーナーじゃろ、しかも元気なポケモン連れておる。どうかね、卵を返してみるかね。というわけで、卵を取ったっぷり歩いておくれ。はい、卵もらいました。ちょっとね、まあ卵興味あったんでもらいました。興味本位ですね、完全なまでな。まあ、何が生まれるか僕は分かっているんですけど、うん、まあ手持ちがね埋まってないうちだったら別に持ってても支障はないんで、もらって入れておきましょう。はい、じゃあ終わりかな。いてて、尻をポケモンに噛まれた。悲惨な状態だな。よし、ではあと何が、あー、何があって、あー、そうだ、漢方薬買えるんだった。漢方薬ってね、安くて回復量があっていいんですけど、まあ苦いわけでポケモンのね夏気度が少し下がります。なので、まあ僕のポケモンには良くないです。さよなら。さよならとかひどいこと言うな。あー、育て屋か。育て屋でもね、確か ポケモン卵を見つけれるんですけどね。え、あ、びっくりした。あ、モノマネここで教えてもらえるのか。ほえー、いいよ、覚えなくていいよ。ってなんだ、僕モノマネ教えたいのにな。モノマネとか技的には便利なんですけどね。ただ縛りであるね、技のね威力超えてしまうこともあるからやめといた方がいいね。ああ、そうだ、ドーピング買っとくかな。いや、でもどうだろう、今回ドーピングそんな使わずに進みそうな気がするんですけどね。てかドーピングスピーダーしか売ってないし。
まあいいや。はい、じゃあ次、次回フエンタウンのジム戦アスナだっけかな、アスナだっけ、ちょっと確認しよう。ちょっとだけネタバレー。フエンタウンポケモンジムリーダーアスナ、やけどしそうな情熱の人というわけでアスナに挑んでいきます。それでは、終わりにします。お疲れ様でした。